まずはじめに、この度の東日本大震災により被災をされた方々、ご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。そして被災地で昼夜奮闘されています医療者の方々に心より敬意を表します。一日も早い復興を期待しております。この度第9回日本臨床腫瘍学会学術集会を主催することになりました。国立がん研究センター東病院臨床開発センター長をしております大津敦史と申します。よろしくお願いいたします。私の専門の方は、いわゆる腫瘍内科、特に、消化器がんを専門としております。もともと1995年から、日本臨床腫瘍研究会として、活動を行ってきたんでありますけれども、2003年に臨床腫瘍学会として新たに発足いたしました。特に日本が遅れているとされましたがんの薬物療法ですね、を専門とする医師を育てようということがこの学会の一番の目的になります。会員数はもうすでに8000人を超えました、はい、大きな学会に、ね、育っております。がんの薬物療法に特化した専門医っていうのが全く日本にはなくて、で、我々の学会としては、内科医が中心となって、いわゆる腫瘍内科学を目指すことを目的としてまして、カリキュラムですね、教育のカリキュラムはアメリカの臨床腫瘍学会、アスコといいますが、それからヨーロッパの方も同様にエスモという腫瘍内科の大きな学会がありまして、そのアスコとエスモの共通のカリキュラムっていうのが、あります。それで、基本的にはそのカリキュラムに合わせて、新しく専門医を育てるという教育のシステムを作りました。この腫瘍内科っていうのはもうその、いわゆる臓器を横断的に、肺がんであれ、胃がんであれ、大腸がんであれ、乳がんであれ、そういう薬物療法を、より専門的に行うという仕組みですので、試験のレベルが高いんですが、今およそ600名のすでに専門医が誕生しておりまして、日本全国で皆さん活躍されております。一つは、時期を従来3月から7月に変更しました。今現時点で世界の最高峰の学会といわれる、米国の臨床腫瘍学会アスコに演題が多く出され、最も日本からも最も優れた演題がそこに集まるということがありまして、従来やっていた3月ではなかなかそこの優れた演題が集まりにくいということがありまして、アスコに出した演題を積極的に取り入れると、それでより日本からのオリジナルのデータを重視するということが1点。それから2点目に関しましては、海外の先生方とのコラボレーション、もうすでに新しい薬の開発であるとか、いろんな臨床試験において国際試験というのが一般化してますので、それに沿った形で新しくインターナショナルセッションというのを設けました。米国の欧米の先生方、それからアジアの先生方に多数お集まりいただいて、ホットなディスカッションを、英語になりますけれども行っていただくということです。特にアジアの先生方に多数お集まりいただいて、将来的にこの日本臨床腫瘍学会がアジアの中心にの学会になることを目指して、今回からスタートすると
ということであります。それから3点目に関してはオリジナルの演題をより重視してますので、プレナリーセッション、まあ、学会全体で最もその世界にインパクトがあるようなデータを出された演題っていうのを厳選しまして、現時点では4演題を予定しております。4点目としましては、いわゆるコメディカルの方々、それから患者団体の方々の皆さんに積極的に参加していただこうということで、コメディカルに関しましては薬剤師の方、それから CRC ですね、臨床試験のコーディネーターの専門の方のセッションっていうのを、あるいは教育講演というのを新しく設けております。から患者団体の方々に関しましては新しくブースを設けたり、それからいわゆるアドボカシーラウンジを作る予定にしております。利用者の方にはぜひご参加いただいて、必ずその間違いなく薬物療法に関して、がん薬物療法に関しての最先端の知識が得られると思いますし、海外との研究者とのディスカッションを通して非常にその有意義な情報が得られるものと確信しております。それから一般の方、患者さん団体の方に対しましては、とにかく今のがんの薬物療法の、によるベネフィットですね、利益と、それから、その今後どうなっていくか、今ご自身が受けておられる治療がより発展する可能性というものをぜひお感じいただいて、患者さんの実際の生の声を我々も聞くということが、非常にその今後の医学の研究において重要なポイントになりますので、ぜひご意見を我々の方にもいただければと期待しております。ぜひご参加いただければ幸いです。お待ちしております。